はい、こんばんは、島津です。本日もシグナリスやっていきたいと思います。前回ですね、行動編をクリアしたところで終わりました。そして、今回からこの物語の真実が徐々に分かってくる感じになっております。それではやっていきましょう。果たして何が見えてくるんでしょうか。まあね、侵食がひどいですね。すごく。前はこんな風じゃなかった。で、奥に行けそう。あ、こっち行ける？こっちも行けるけど、まずは、肉塊に食われてしまっている。行ける？ここ。ここはいけない。で、ちょっと待って。はい。シェルピンスキーへようこそ。前さ、こんなにさ、潰されてませんでしたよね。あれ？なぜ潰されてる？ちゃんとね、全部読めたはず。あの文章は。次どっち？こっち？武器がない時点で、戦闘はないはず。開かない。はい。あ、セーブポイント来た。どうだ？ある？アイテム。ないよね。あ、いや、あるわ。いや、あるけどね、みんな。あ、全部ある、全部ある、全部ある。全部あるわ。ていうか、これ使う時来んの？ニトロエクスプレス弾と。グレネード弾。まだランチャーは取ってませんかね。まず、武器があるってことは、戦闘があるっていうことは分かりました。何持っていく？おー、肉の塊がね、もうすごいね。あ、いるね、上。上います。おーっと、あ、ここもやっぱマップデータはないんだ。団結。打倒帝国軍のために団結を。このポスターなくなかった？なかったよね。で、これは？読める？あなたは前にも来た。らしい。金庫は？金庫開かない。ここ開けられるんですかね？どうだろう？で、グレランがある？弾。でも、ランチャーはまだゲットしてないんですよね。この先で手に入るんですかね？下は？いけない。つまり上か。まあ明らかにもう、しっかりと狙って、オッケー。はい。あららららら。あららら。やべえやついた。ちょっと待って。バブル。ちょっと踏んで。踏んで。オッケー。バッチリかな。で、でかい方は燃やしときましょう。もう残り、フレアも少ないですけど。終盤戦だから、ね。ああ、残り1本。ついに残り1本です。フレアの方は。フレアガンの弾はまだあるけど。ちょっとな。オッケー。せーの。よいしょ。燃えて。いいかな？弾補給線で。あ、そうだ。ライト、ライト、ライト。はい。いや、もう先が見えないね。全然。大丈夫？いない？あ、もうほんと。あ、奥いる。一体いる。待って。弾がもったいないので。よいしょ。よいしょ。あ、いた。危ない。嘘。ちょっと待って。危ない危ない。結構持ったね。やばい。ついに弾が切れた。よし。あとはショット。オーマイ。ここはえぐ。待って。待って、みんな。ここえぐくない？勢揃いしすぎでしょう。え？あそこどう突破する？ショットガンぐらいしかないよね。盾持ちが2体 首長ですかね。首長が1体。あれをどう打破すべきか。いけるか？スタンバトンがいいかもね。スタンバトン持ってこよ
タンバトンはそう近くのやつらに通電していくっていうタイプの武器なんで、あれだけ近くにいればさすがにこう通電するでしょ。はい、それじゃあね、いきますね。スタンバトン装備してる。こいや。おう、バチバチ、あらあら、え、まとめていけんかった。あ、まあまあ、でもね、でもね、あの、盾持ちを崩したのはでかい。え、待って、まとめていけんかったんだけど。マジか。あ、やば。あー、これは食らうよね。そうだよね。あー、待って。落ち着け、落ち着け、落ち着け。落ち着け。待って。いった。いかないか。落ち着け。パキン！うっそ！狂ってんのか、こいつ。死ぬ死ぬ死ぬ。危ない。もうスタンバトン使ってた方が良かったかもね。危ない。あー、しまってる！うんち。開かねえんだ。教室のカードキーが必要。待て。オッケー。オッケー。殴ってくるときだよね。狙うのは。うーん、死にそう。で、教室のカードキーが必要なんだけど。あ、そういうこと？あそこに入ってる？もしかして金庫に。あなたは一度来たって言ってたから、前のデータで確認してねって言ってる？え？どうだったっけ？あ、メモ帳あんのか。あるんだよ。これを見ればわかるわ。あ、これだ。どこに書いてあったっけ？204512。2045年12月で覚えようか。うん。OK。オン、来た。で、この中に教室のカードキーが入ってるはず。弾もできれば欲しいんだけど、さすがにないよね。OK。よし、これで奥行ける。奥行けるけど復活すんなよ。大丈夫大丈夫、復活しない。オッケー。じゃあ開けまーす。奥、ふぅ、落ちろと。なるほど、穴が開いてる。飛び降りる。誰？ハドラーだって。変わってしまった。お前がな、お前が相当変わったよ。ねえ、もう骨格しかないよ。え、でも顔はそのまんまだよね。どうすんの？あ、キスした。ファルケに、あ、変わった。変化した。すべてが引き裂かれ。また戻されたような。仕組みも理解しない何者かによって。仮面などつけておらぬ。これ誰？なんか今ヘルって書いてあったよ。そしてロートフロントうん、全く知らん場所ここ。え、ね、これ、おお、覗く場所がある。覗く場所があるけど、あの、ズームはできない。うん。多分誰かが映んだよ。この奥見てると。でも今は関係ない。で、上は？あ、わかんねえな、これ。もともとはダイヤルリングがついていたはず。ダイヤルリング？ああ、はい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 。一部ないんだ。うん。これ閉じればいいんですかね。あとはここだけ。そうすれば何かが見える。おお、怖くなってきた。あれ、
のアドラーが実物のアドラーってこと？だから今まで自分が見てたアドラーは、幻影だったってことですかね。何かの力によって見てた。なんじゃここ？いや、ほんと来たことない。マップは？あ、マップ出た、ついに。アパート？アトリウム？アパートだって、ロートフロントの。居住区。ほう。ちょっと待って。すげえ長えな、このゲーム。ねえ、すごいね、ボリューミー。施錠されてる。あ、いた。いやー、各廊下守ってんね、こいつら。まあ、走んなければ問題ないよ。OK。はぁ？ちょっと待って。マシンガン出てくるぞ、みんな。サブマシンガン。8ミリ弾が来た。え、武器後半になってからめっちゃ豊富じゃない？っていうかこれだね、サブマシンガン。ほら。ちょっと待って。後半になってから一気に増えすぎ、武器。すげえな。え、どうしよう。預けたいわ。あ、よかった、セーブポイント来た。すげえ、これ。え、ちょうどね、ハンドガンが切れそうなんですよね。ハンドガンを預けて、マシンガンにしようか。じゃあ、取りましょう。サブマシンガン。ここに来て。30発。3点バーストだって。なるほど。1回外すと結構でかいね。正直。だから、それがいいか。ハンドガン持って行って、3点バースト当てて生きてたら、ハンドガンで一発、バボる。そうすればまあ、効率のいい戦い方ができるんじゃない？PC は、あ、PC 意味あった。なんこれ。ほう。ポストボックス。はい。至急支援。貴君のタイプ84サブマシンガン支給要請は次の通り承認された。コリブリが支給を要請したっぽいね。ドラッベバースト射撃と弾薬120発。そんななかったぞ。15発しかなかったよ。他のは、どっか持っていかれたって感じですかね。写真展の鍵。鍵職人が言うにはスペアキーが完成するまで1ピリオードかかるとのこと。はい。要注意。スパイ活動している噂が流れてる。写真展の鍵と、まあ、書店の鍵が一番重要ですかね。移転について断る。まあ、ちょっと写真展とかの、鍵については頭に入れておきましょう。じゃあ、バボりましょうか。え、めっちゃいる。ババン。ちょ、待って。しまった。ついつい後ろまで貫通するかなって思ったんだけど、貫通はしなかったね。これでダウン取れない。違う。待て。あー、しまった。起こしちゃった。いった。オッケー。もうしんどい。さあ、早く。危ない。不明。次。あ、しまった。今。ねえ、流れ弾が当たるかと思ったけど当たんなかったね。しまった。おお、なんか結構あるんじゃない？またグレポンだ。グレポン来ねえって。ねえ、グレポンないって。おお、待て。それは聞いてない。聞いてないよ。あら、戻った？あ、よかった。彼女たちはね、よく戻ります。ちょっと待って、実報取って、急げ。危ない。あー、くそ。しもた。実報が取り切れてない。補給しただけだ。さすがにね、8ミリだからね、3発当たっても威力はさほどって感じですね。ハンドガンよりかちっちゃいから、口径が。まあでも、発射レートが高いのはいいことですかね。取って。こっちは、いける。ほう。
はい、寝る場所っぽい。で、絵があった。エグの中にカードが埋められているみたい。何らかの手段でエグを溶かさないとカードを取り出すことができない。火だね。うん。多分油絵だと思うから、油絵っていうか、まあまあ、そうだね。紙でできてると思うんで、書かれてる材質。だから普通に溶かせると思う。じゃあ、ここ行って、上に登ってみましょうか。あ、よかった。上階。下階と上階しかないっぽいね。大丈夫。開かない。はい。しんどいね。あ、でもいけそう。OK。走んなければ問題なかった。ふう。しんど。危ない危ない。ちょっと待って、激ムズにもね、程があるんだって。 ちょっと待って、やばい。 やばいよ、このゲーム。このゲーム狂ってるって。やるか。バルブあるからね。あ、待って、枠分け。枠がこんな感じだから、まず、パパン、パパンって打って、で、ここでハンドガン2発使ってダウン取るって感じかな。ふみ。で、これで補給。で、枠開ける。これは？あー、取りてえけど、今枠がパンパン。とりあえず、修復パッチを2枚もう使おう。で、回復。OK。キーアイテムのバルブを取りますか。だよね。ほら、ハンドル。OK。で、奥行けんだよね。行けないか。行ける。ちょっと下潰そう。下。こっちは、まあ、2体奥にいるけど、まあ、潰すべきはまずそいつだよね。あ、でもライト。スタンバトンで潰したいんだよな。いけるかな。うわ、全然見えねえ。全然見えねえ。ダメだ。スタンバトンでできれば潰したいんだけど、こいつは。いけるかね。いや、待って。背後取れるかも。背後取った。そう。耐えたよ、こいつ。嘘。ちょっと待って、耐えるんだ。嘘でしょ。あれ、聞いてない？ちょっと待って、何こいつ、おかしくね？聞いてなかったの？バチバチ。えぐくね？スタンバトン効かないの、こいつ。初めてやったんだけどさ、スタンバトン自体。聞いてる素振りが見れませんでしたよね、スタンバトン。ショットガンあんだけ受けても耐えてたから。耐性があるってこと？幻想タンクって何？やべえな、こいつら。頭おかしいって。アイテムないね。マジか。はあ？くっそが。しまったな、これ。弾無駄にしたかも。ここに来ると。いける？いけるいける。いけないの？あらー、ここ最悪。どうしよっかね。この現像タンクって何？写真を現像するためのプラスチック用品。ラベルに写真が入ってることを示す。写真展に持っていくんだ。写真展には持っていくは分かったけど、はぁ、きつ。ここはどうにかね、いけるけど。あ、復活すんなよ、お前ら。まだ。よしよしよし。弾は回収した。これはでかいね。あ、待って。おお、ニトロ。ニトロも使いたいな。いざどこにいるんだろう。ねえ。さっきね、
鏡の前にいたのはおそらくイザだとは思うんだけど。ここ突破しよう。まさかね、もう一方通行の場所とは思わんかったわ。しんどい。もうできればまとめてやりたいけど。死ぬ。危ない。どうした？ごめんごめん。いやー、節約しようと思ってちょっと沼った。あ、でも回復薬ある。これは確か結構回復する感じだったっけ。そうそう、瞬時に回復するタイプ。あー待って、なんだこれ、なんか光ってるリングがあるけど、シャフトに貼られたネットに金網の破片が引っかかっている。どういうこと？開かない。開く。ほう。あ、こんな感じか。あ、ショートカットエリアあった。つまり厨房は通んなくていいわ。うん、次ここ来るときは。よかったよかった。ショートカットできて。つまり、まあ、こっち方面から来れば、あいつらも起こす心配がないからいいですね。お、待て待て待て。さあ、ダメよ。さあ、開けた、開いた、開いた。来て、開けて、開けて。おぉ。あ、でもこっちもいんのか。まあ、まだ復活の兆しはないからいいか。待て。危ねえ。おぉ。スタンバトンある。スタンバトンあるけど、ちょっと待って。先にこれ。なんよこれ。あ、これね、多分マイクじゃない？ほら、箱には小型のスピーカーかマイクのようなものがあり、その上にカササギの絵が描かれてる。カササギの信号ってなんだろう。つまりここもう一回来ないといけない。ふう、あ、待って待って、メモがあるわ。アリアーネやん。うん。この生徒が変わり者であることは間違いありません。外区長の監督のもと、善良な市民に囲まれて育つのが当たり前になっている今日において、母子家庭で育ったことが影響しています。彼女は絵画や音楽等のくだらない分野に異常な関心を示していますが、これは山間の人里離れた無線基地で育ったことが原因です。また、ビネタ生まれの伊藤、姉妹と仲良くなったことで、この姉妹の両親が営む書店で違法に売られているいかがわしい文学に触れるようになったと断言できます。伊藤って、イザたちじゃなかったっけ？伊藤イザだったよね、確か。で、ちょっと、姉ちゃんの名前忘れたけど。つまり、アリアーネヤンと、ね、イザたちは友達だったんだ、もともと。で、学校のあのイベントでいじめられてたのはアリアーネヤン。イザたちとね、一緒の学校にいて、周りの人間からは疎ましくね、思われていたっぽいんで、ほぼほぼ確定だと思います。はい。彼女もみんなと同じように国家社会に参学しなければならない時期に差し掛かっているのに、くだらないことに興味を示すことなど許されません。それを彼女は理解できないのです。個人的には兵役について頭の中から軽薄な思想を叩き出してくれることを願うばかりです。この学校ではそれが叶いませんでした。いや、ディストピア感がね、めちゃんこ出てますね、この文章。でもここにも書いてなかったね、ヒントは。文章はあったけど。つまりもこっち、もう一回来ないとダメっぽいね。じゃあまあ、オートか。オッケー、ありがてえ。
敵が多いからね、攻撃を受けるパターンが多かったりするから、これはありがたいかな。行きましょう。やばい、起きるか。あ、起きるわ。もう起きる。もう起きるか。いやいや、下がった、下がった、下がった。いやいや、上がった、上がった。起きる、どっちか起きる。おらねえ、くそ。はあ、ふざけてる。燃やしてんだよ、こっちも。待って、フレアガンの弾2か。ここね、1体ぐらいはちょっと燃やしておきたいよね。1体ぐらいあえて燃やす。いや、厳しいよ。想像以上のハードコアゲームですよ。はい、ということで、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。今回は、ロートフロンドの居住区に来ることができて、アリアーネ・ヤンの過去とか、あと、まあ、イザとの、関係とかを知ることができました。そして、この居住区は、もう、汚染がひどくて、ね、とんでもねえ量の敵がいるんですけど、果たしてうまくね、かわしていけるんですかね、こいつらの猛攻を。でさ、燃やそうと思ってもさ、その燃やす物資が乏しいから、マジでどこで使うかっていうのが、考えさせられますよね。はい。まあ、そんな厳しい物資状況なんですけど、この先も進んでいきたいので、よかったらね、ぜひとも見てやってください。よろしくお願いします。はい。それでは、島津のシグナーリスになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。